エリク・モンバエルツは、フランスロワレ県シャン・トコック出身の元サッカー選手、サッカー指導者、UEFA プロライセンスの資格を所有している、クレール・フォンテーの国立研究所の一期生。1972年に、RC ・ランスに入団して、サッカー選手としてのキャリアをスタート。1974年より、US ・ヌー、1977年より EDS。 モンリュソンへそれぞれ移籍し、1982年に現役を引退した。引退と同年の1982年により、フランスサッカー協会の地域テクニカルアドバイザーに就任。その後、パリ・サンジェルマン FC のアカデミーコーチや、トゥールーズ FC の監督などを経て、2007年から2008年まで、フランス U-18 代表の監督、 2008年から2011年までフランス U-21 代表の監督を務めた。2012年よりルアーブル AC の監督に就任したが、モンバエルツ自身の意向で2014年12月にルアーブル AC との監督契約を解除した。2014年12月、横浜 F ・マリノスの監督に就任することが発表された。二千十七年十一月二日、 同シーズンをもって退任することを発表。天皇杯は決勝へ進出したため、元日まで指揮を取ったが、タイトル獲得とはならなかった。2019年6月、メルボルンシティ FC の監督に就任。就任初年度からクラブを過去最高の A リーグ2位に導くと、ファイナルシリーズでもクラブ史上初のグランドファイナルに進出、シドニー FC に敗れたもののクラブ初の AFC。 チャンピオンズリーグ出場権を獲得した。2020年9月3日、家族の事情で契約を解除し退任した。ありがとうございます。